何でも噛みついていくスタイルになってしまったプロトキオです。水溜りボンドさんのドッキリの動画、あれで菊池くんだっけがぶっ飛ばされたトミーさんに、であれでなんかひどいとか言ってるけどさ、いやドッキリだって思ったんだろう、抑えるだろうっておかしいよね。だってフフって笑ってもドッキリでも、だってそれ普通に笑ったのが急にえなんでこいつんのっていうので、おかしな感情で笑ったかもしれないし、でも途中でそれをやめないって言ってすぐ、なんでそれで考えられただろうとか言うんだろうね。意味わかんないよね、後々の考え。だってさ、バカじゃないのって思うよね、その言ってる奴ら。だってさ、どう考えても自分の大切な大切な相方がさ、あの瓶でバーンって殴られて、3回くらい殴られてんだよ。そしたらぶっ飛ばしたくなっちゃうよ。で、まあ、そういうことで、それになんか噛みついてる？なんだろうな、なんか言ってるやつは全員低能ってことですね。はい。1分で終わらしたかった。1分ってこんな早いんだな。すごいな。でもおかしいでしょ？だって、自分のもし大好きな人が、ドッキリ仕掛けられても、守りたくなるじゃん。当然でしょ？で、それを、ドッキリで配慮しなかったトミーが悪いとか言うのはバカ。バカだよね、ほんと、低能。なんだろうな。ドッキリって分かっててもドッキリじゃないかもしれないじゃん。っていう話。ね。もう。だからお前らは、その、大切な相方が、いないってことだ。そういう経験はしてないってことだよね。ってことでした。まあ、やっぱり YouTube 見てる人の、まあ、大物 YouTuber のとこでコメントしてるのは大体ガキなんですよ。でも、ガキンチョって言われないようにしっかりとコメントしてる人もいます。そういって真面目にコメントしてる中学生も小学生もいますのよ。その頭の悪い小学、中学生、高校生のせいで、なんつうんだろうな。そうやって、やってしまうのは。まあ、YouTube 自体が、もう小学生だからね、ほぼ、精神年齢が。まあ、俺の精神年齢は5歳じゃないんだよな。80歳なんで。